皆さん、こんにちは。さイオです。中学入試問題算数に特化していつも解説しております。今日はこのような問題です。図の角、アの大きさは何度ですかえー、香川星稜中学県外入試であります。これは最後の1題なんですけれども、まあ、実際に入試では得点はしなくてもいい問題かなと思いますが、一度トライしてみましょう。それでは早速解説始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 まず分かってる角度をしっかりと書いていきましょう。11度。はい。このように分かって、あと、まあ、この辺が分かれば答えは出るんですけれども、どんも分かりそうにない。ということで、注目するところが、ここになります。はい。ここの角度が、これ合わせると、45度。まあ、書いていきますね。34たす11が、 はい、こことここ合わせると45度なので90から45度を引いたら45度とはい45度とはい注目ポイントはここになります34度と11度を足すと45度になるとそしてこちらも45度要は同じ角度ですよねこれとこれを合わせると同じ角度になりますこれを使ってるんです それで34度と11度を図形的に合わせます。要は、ここの角度とここの角度をくっつけるってことですね。くっつけると45度になりますよね。なので、この三角形ですね。この三角形をこっちにずらしますま。ずらすというのは、ここを中心に、ちょっと記号を打っておきますね。A、B。はい、このような記号を打った場合、三角形 ADF の A を中心に回転させます。時計回りに回転させると、AD と AB の長さが同じなので、ピタッとくっつきますよね。これを A を中心に A を持って回転させます。要はこういうことですね。ここを点で持って、こう回転させていくと。こういう気持ちでいきます。はい。というわけで A を持って回転すると、AD と AB の長さがピタッと一致するので、 はい。このような図形になります。D がここに来ますよね。D がここに来て、F がここに来ると。はい。こういう形ですね。で、何回も言えるようですけれども、ここの長さとここの長さ正方形ですから、一致するので、ピタッと重なるわけですよね。そして、この AF っていう長さが、こっちの AF'、ここと、ここが等しくなると。もちろん、こことここも等しいです。まあ、全く同じ形を ずらしてるわけですからねですると34度が来てはいここの45度っていう角度とここの45度っていう角度が一致しましたとすると同じ角度が出てくるということは、まあ、二等辺三角形だったりいろんなこと考えられるんですけど一つに角度が同じということはその三角形とその三角形が合同である可能性があると。 同同じ角度ですから合同の可能性は疑ってください要はどれかというとこの三角形 AEF ですね AEF と AEF' が合同であるとひょっとしたらこれピタッとね線対称的にくっつくか,かもしれないと合同であればねでそこで調べてみるとじゃあ合同であることの証明なんですけれども小学生は言葉で覚える必要はないです中学生になったら言葉で覚える必要があるんですけれどもこういうことが合同と言えます はい、辺の長さと角度がもちろん全部一緒になるのが合同なんですけれども3つととも辺の長さが等しければそればそは合同と言えます例え,ばこう、まあ、例えば3本ですねこの3本持った時に、えー、何か一つ三角形を作ってくださいって言われたら1通りしかできないと例えば 3cm4cm5cm の、えー、と棒があってじゃあ三角形を作ってって言われたら1通りの方法しかできないとだから3つとも長さが等しければ 合同と、それぞれ等しければ合同。その時もちろん角度も同じになります。だからこう書いておきます。30。はい、2つ目。2つ、2辺とその間の角が何か定まれば、とあともう一方の線は勝手に決まります。勝手に決まりますので合同。ということで、こう書いておきます。2本の、2つの辺と1つの角度が等しければ、それとそれは合同であると。 あと一つに、えっと、一つの辺とこっから角度を測るんですよね。これ学校の教科書にもあったと思います。こっから角度を測ると、ある1点で定まりますので、えっと、一つの辺と両端の角度がそれぞれ等しければ合同であると。はい。というわけで、こういう全部で3つ合わせろと。辺と角度どちらかを3つ合わせると。ただ、これはダメです。03です。角度だけ3つ揃っても合同とは言えない。 えー、例えば、正三角形なんかそうですよね。60度、60度、60度と、もう一つも60度、60度、60度が揃っていたとしても、形は同じかもしれませんが、長さが同じとは言えませんよね。でそれを、まあ、相似というふうに呼びますが、えー、はい。形だけが同じと。だから、長さは少なくとも一つ揃えないといけないということです。だから、302112ということです。 ええと、どれに当てはまってるのかっていうのを確かめてみましょう。じゃあ今回、この左の三角形と右の三角形が合同であるか。まず角度が等しいですね。角度が等しい。次、AE のここの長さはどちらも共通してますよね。左の長さと右の長さ共通してますので、長さも一つは等しいと。もう一つ。AF と AF' が等しいですよね。 そもそも、この三角形をこっちに持ってきたわけですから、AF と AF' はそもそもは同じであると。ということは、この三角形において、ここの長さと共通の AE の長さと角度。この三角形において、AF とここ一緒でしたね、ここの共通する長さと角度が等しいので、左の三角形と右の三角形は全く同じ、合同であるということが言えるわけです。だから、 あの角度とここの角度が同じであると。いうことで、この三角形に注目すると、45度と79度ですから、あと一つの角度が出ますよね。はい。このような式です。はい。ということで、56度と。はい。が正解になります。 はい。他にも、これ折りたたむとかね、いろいろな方法があるんですけれども、これをこっちに移して、この三角形に注目するっていう問題が他にもありますので、えっ、ー、と、一番初めにこのやり方を紹介しておきました。はい。いかがだったでしょうかこのやり方が良ければ、チャンネル登録、高評価、コメントいただけると幸いです。また、参曜日 LINE 公式アカウントでは、個別授業だったり、集団授業だったり、やっていますので、またそちらもご覧ください。本日は以上になります。ありがとうございました。 Thank you